こんにちは。本日はなんと2010何年ですか。2012年製のレスポールです。カスタムショップな。カスタムショップで作成された、ギブソン、これマイク何ついてるんですか。それはね、フロントがね、フロントが SH4、 SH4、 リアが496R。 496R、 どこのメーカーですか。フロントが、ダンカン。フロントダンカン。リアギブソン。リアギブソンですか。本当はフロント用なんだけど、リア乗っけたらいいかったらそれにした。なるほどね。下品なこと。これをですね、触らせていただいて、弾かせていただけることになりました。まずですね、何に感動したかというと、プラグインしたときに、カチャッ、プラグの刺さる感覚が違います。変わんねえよ。変わりますよ、これ。これカッチャの感じ、カッチャの感じ。もう一回いきますよ。プラグ入れた時にカッチャってちゃんとカッチってはまるんですよ。これは接触不良も起こりにくい。変わんねえよ。変わりますよ。そしてあれあれ、あれ、もしもし、ペダル踏んでない。太いんだそうです。58年のコピーモデル、コピー、あ、そっか。これギブソンさんが2012年に58年のモデルを再現して作られたものなんだそうですけど、一般的なレスポールちょっとネックが太いだそうです。これはですね、弾いてらっしゃる本人の方に合わせてすごく弦高が低くなってるんですけど、僕は弦高低いギター基本的に弾けないんですけど、なぜ弾けないかというと、こう運指的にって言った時に滑らかに音が出ないんですね。ところがこのギターですね、すごくフレットが丁寧に仕上げられてて、弦高が低くてもるんですね。あとですね、ここのシェイプ、このカッターがやられ、シェイプの形が違うんだそうです。特に上の方の弦というところがね、すごく握りやすいですね。こう手を当てて指を動かした時に、で、持ち主の方がすごく上の方のフレットをきれいに、こうね、上の方のフレットの運指がきれいな方なんで、確かに何か秘密があるのかなと思ってましたけど、すごく上のフレットがね、フレットの間隔が狭くなってくるんで、上に行けば行くほど指が動くだと余っちゃうんですけど、余らないですね。すごく綺麗な音が出ます。本当にね、ボディもね、こんな上品なオレンジ色と、オレンジがかってイエローかな、あと金属パーツもこういい感じで光りながらもくすんでいて、でヘッドがちょっとびっくりしたんですけど、これ58年型のモデルはヘッドのここのとこ、面が取ってあるところまで、木のね、見えますかね、木の木目が来てるんですね。で、表面のヘッドのところが黒くなってるのが特徴ですか。いや、よくわかんないです。よくわかんないですか。でも僕はそこがすごく気に入りました。すごく面取り多分したんだと思うんですけど、
仕上げがとにかく綺麗ですね。あの木工品としても美しい。あ、これネックが3ピースなんですね。ギブソンはだいたいそういう作りです。あ、そうですか。真ん中でやって、うん、ヘッドの両端、持たないところを。ああ、なるほどね、うん、センターのところだけ一本物にするんですね。そう。ああ、そっかそっか。へえ、すごく状態がいいんだそうですけど、こっから2ミリ落とすんですか。それぐらい落としたい。2ミリぐらい、2ミリぐらい落として薄くして、あの薄くっていうのはここのね、指板からネックのこの厚みを2ミリ薄くして、もっとこう多分、ジェイクシはもっとこうペラララララって引くんで、もっと薄い方が多分こう運指がしやすいんでしょうね。これ今日ね引かせていただいたのは2012年製のギブソンレスポールでした。うわ、これは本当に引かせてもらった機会が与えられただけ嬉しいです。はい、いいですねギブソン。はい、音もいいです。音がいいです。なんつっても音が一番ですから。でも格好がいいです。それではね、今日ご紹介したのは2012年製のギブソンレスポールでした。それではまた。それではまた。それではまた。プリンプリン。それが余計か。お金がでもこれお金があったから手に入るもんじゃないです。多分売ってくれないです僕には。